かし村一つを攻略するのにこんなに兵力をつぎ込む必要があるんですかね。なんだお前今回の作戦目標を聞いてないのか。とかして共闘法を築くためじゃ。それもあるが味方から食料が送られてこないからイワンどもから奪えとよ。だから全員で行く必要がある。もはや何のために戦ってるんですかね。戦車傭兵や砲兵はどうするんですか。まさか砲を置いて村に行くわけにはいかないですし。そこで私たちの出番だ。食料を戦車に積んで帰れとさ。せっかくもらった新型戦車の使い方がこれかよ。無駄話はここまでだ。12時方向、1000メートル先にパック。榴弾を装填、照準が終わり次第撃て。了解。命中、次11時半、距離同じ、またもやパック。撃て。命中、次12時半、距離同じ、パック。撃て。命中、次1時方向、距離1000メートル、パック。撃て。命中、まだ動いてるぞ、もう一発お見舞いしてやれ。了解。さすがにやっただろ。次11時半方向、距離900、パック、仕留めろ。命中、よくやった。12時方向、距離1000メートル、機関銃装。命中。11時半、パック、さっきの奴がまだ生きてやがる。撃て。11時に車両が複数。敵戦車の大群です。とりあえず今入ってる榴弾を撃て、装填手、次からは鉄鋼弾を装填しろ。双眼鏡で確認する。パッと見5両ほどか？これなら互角だな。操縦手、5メートル前進。距離1400、戦闘のやつからやるぞ。了解。車体後部で凶弾した、次はもっと早く。言われずとも。上すぎる、車距離1300に修正。了解。車体側面に命中、おそらく弾かれたな。車体正面を狙え。あいよ。上すぎる、車距離1200に修正。了解。撃て。砲塔側面に命中。まだ走ってやがるな。次は操縦席に当ててやれ。撃て。操縦手、5メートル前進。こいつはもういい。イワンが燃えながら逃げ惑ってる。次、左隣、距離1200。早い上に飛んだ。くっそちょ細か動きやがって。撃て。お、外れだ。落ち着いて狙え。弾を無駄にするな。わかってる。さっきと変わらん。操縦手10メートル前進。やばい。車距離1100に修正。車体側面に命中。あいつはもういい。奥のやつを狙え。了解。砲塔側面にドンピシャ。あいつももう動けんはずだ。11時に2両、右のやつを狙え。砲塔正面に命中。もう一発だ。了解。弾薬に誘爆したな。あや誰も生き残れん。ああはなりたくないですな。そうならんためにも次のやつ、損害確認。手法に問題なし。よし戦闘継続、撃て。車体後部に命中、あや聞いてないぞ。
砲塔側面に命中、これで十分だ。次一時方向、距離1200。撃て。どこを狙ってる？すまん。次は当てろ。了解。砲塔後部に命中。目の前の遊軍機は何ですかね。間抜けが不時着でもしたんだろ。気にするな。さっきのやつにもう一発お見舞いしろ。砲塔に命中。あれはもういい。次、11時半、距離1200、駆逐戦車だ。撃て。上にそれた、下に修正しろ。了解。車体正面に命中。まだ生きてやがる。撃て。弾薬に誘爆。次、11時、距離1200、駆逐戦車。了解。撃て。上だ。撃て。車体正面に命中。次、12時、距離同じ、駆逐戦車。了解。車体正面に命中、弾かれたか。見えなくなったか、11時の戦車に目標変更。了解。砲塔に命中。脱出しないか、もう一発だ。もういいだろ。くっそ一体何両いるんだ。少なくとも一個大体はいるだろ。二両で相手するもんじゃないですな。二両じゃない、一両だ。二号車はさっきやられた。12時半、撃て。命中。増援を要請しないと。食料すらままならないのに増援なんかいるもんか。敵戦車は全部やったようだ。ひとまずは落ち着いたか。だといいのですが。不吉なことを言うな。敵の増援が来やがった。11時、距離1200。撃て。味方のパックの撃った弾と重なってわからん。とりあえず右のやつに目標変更。ぐっそ止まるんじゃねえ。運のいいやつだな。次は仕留めろ。了解。車体後部に命中。まだ生きてる。もう一回だ。了解。左をすり抜けた。右に1メートル修正。撃て。煙でわからん。もう一発撃て。了解。車体後部に命中。動いてたからまだ生きてやがるな。もう一発だ。上にすり抜けたか。早く仕留めろ。味方の敵弾兵が撃たれてるぞ。わかってる。さっきと同じだ。下に修正。了解。撃て。車体側面に命中。なんだあいつ、飛行まで生きてるのか。しぶといやつめ。撃て。鉄鋼弾がなくなった。仕方ない、榴弾を装填しろ。いやボーイ。撃て。燃えたからあいつもいいだろ。とりあえずやつで最後か。みたいですね。こっちからも戦車は確認できない。壮観だな。10分で1個大隊が消えた。共同撃破も含めてパック4門、戦車12両の撃破かと。こりゃ勲章ものだな。そんなもんより食いもんが欲しいが。どうしましょう。敵弾兵の損害は結構大きいようですが。戦車1両で突入は完全に自殺行為だな。とりあえず大隊からの連絡を待つか。